ございます。お寺の朝から始まる安養な生活、あなたのウェルビーイングが整うテンプルモーニングラジオ、各週でお届けするアンコール配信。今週は山梨県南アルプス市日蓮宗法源寺横山瑞宝さんをゲストにお迎えした2020年4月のトークを再配信します。トークの後は音の巡礼コーナー、全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。このラジオはノートマガジン松本商経の北条庵よりお送りします。おはようございます。テンプルモーニングラジオをお送りしておりますのはパーソナリティの松本商経です。今週は山梨県南アルプス市にある日蓮宗のお寺法源寺さんの横山瑞宝さんをゲストにお迎えしてお送りしております。じゃあ横山さんとおつなぎして、つながっておりますので、お話ししましょう。横山さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。お願いします。今、いらっしゃるのが、本堂。はい。お寺の本堂。すごい大きい、天蓋があって、はい。はい、まるで、なんか、はめ込みの、ね、背景のような。はい。はい、不自然なぐらいこう立派な感じの背景になって、はい、僕も見ながら撮ってつけたようかなと思って画面越しに見てます。そちらの法源寺さんで生まれ育ったということになるんですかね。生まれたお寺は実はちょっと違うお寺で、おう、そうなん、ね、この法源寺がある地域の隣の地域に、まあ、父が住職をしていたお寺があって、そこで生まれて、ここは、まあ、祖父が住職をしていたお寺で、まあ、僕の前はまた父が住職してたんですけども、うん、でももうここでほぼ、まあ、小学校ぐらいからはずっとこのお寺で過ごしています。うん、じゃあもうずっとお寺の中に、暮らしているという。そうですね、テンプルネイティブみたいな感じですね。テンプルネイティブ、はい、生まれた時から、はい、うん、お坊さんに、まあお寺に生まれてもお坊さんにならない人もいるじゃないですか、はい、ね、で、まあ、逆に僕みたいにお寺に生まれてないのにお坊さんになる人もいますけど、うん、どんな風に今の横山瑞宝が出来上がったのか、はい、どんな修行をしてきたかとか、そのあたりちょっと、はい、ぜひ歩みを聞かせてください。はい、はい、僕は、まあ、学生、高校を卒業して、特に仏教系じゃない最初大学に来まして、まあ、というのもやっぱり、うん、先ほど松本さんのお話にあったように、お坊さんになるつもりはなかったので、普通の4年生の大学へ行ってですね、まあ、その卒業する近くになってきた、まあ、3年生から4年に上がるぐらいの時ですかね、全然これ誇らしい話でも何でもなくてですね、まあ、仏教系の大学、まあ、宗門系の大学に入るかって、まあ、師匠、まあ、今の師匠父に言われて、まあっていいのか、そうすればあと2年東京にいさせてやるって言われて、それでまあなんかもう就職活動とかもなんかあんまりこうそんな感じの雰囲気じゃなかったので、当時僕がまあ本当に情けないはず話なんですけど、じゃあということで、まあ、宗門系の大学に行って、でまあ3年で編入してあと2年間ということで、まあそこで結構同級生とか編入で入ってきた同級生が結構みんな一生懸命やってて、まあ、その人たちの影響を受けて自分もこう少しずつこうお坊
坊さんになる気持ちが育まれてきて、で、まあ、卒業してすぐ宗門の修行期間に入って、それを置いて、まあ、お寺に戻ってきて、もう今13年ぐらいですかね、13、4年ぐらい になります。うん、なるほど。じゃあモラトリアムの延長というところもあるわけですね。自分でもそうだなと思って振り返ってます、まさに。いやでもモラトリアムの延長ではちょっといけない厳しさもありますよね。はい、まあ、なんていうか、そうですね。で、その住職の僧侶の資格を取ってから2年後に、まあ、千葉の中山法華教寺っていうところでやってる荒行堂にも、まあ、行ってみて、で、まあ、荒行です、はい、冬の100日間、まあ、その学生時代の自分から考えられないような、まあ、それも選択だったんですけども、まあ、そういうお坊さんの世界にどっぷり飛び込んで探されていく中で、こうだんだん外側に、自分の外側にいた人たちがこう固めてってくれたなっていうことをすごく思います。まあ、師匠も含めいろんな先輩や、まあ、とかですね、はい。修行時代の思い出って何かありますか？ですね、あまりお寺にこう何年もこう、まあ、小僧みたいな感じでいたことっていうのがないんですけども、その、まあ、まとまった修行っていうと、その、僧侶の資格を取る時とその100日の荒行の時なんですけども、まあ、でもやっぱり印象的だったのは荒行の、まあ、中で、まあ、100日、修行したっていうところで、まあ、厳しい、まあ、規律や上下関係なんかがあっても、まあ、理不尽なことばかりで、理不尽じゃないことを探す方が大変かなっていう中で、まあでもそういう中でも、でもそういう中じゃないとあれだけの100日をやりきれなかったなというようなこともあったり、それではまあ仲間もあったりで、そういう中で、うん、自分の情けなさというか弱さをこう知ることができたというか、でもそういう弱い自分でもこう成し遂げることができたのは、いろんな決まり事や、そういう一緒にやってくれる人、先輩とか、そういう環境が大きかったかなというふうに、うん、こうすごく思います。日蓮宗のお坊さんは、まあ、全員じゃないですけど、はい、荒行に行かれる方も多いですよね。はい、特に僕らぐらいの世代は結構多いかもしれないですね。はい、私もよく、いろんなお坊さんからこの荒行のエピソードを聞くんですけど、はい、まあ、なかなかラジオでは話せないような、はい、ちょっと内容も、はい、おっていう、話もありつつ、こう、印象的なのはあれですよね。水をたくさんかぶるんですよね。ああ、そうですね。1日7回ですね。うん、7回。まあ、あったかい時期だったら、はい、気持ちいいだけじゃないかっていう話ですけど、これが、もう時期が決まってますからね、100日は。そうです。11月1日から2月10日まで。はい、一番寒い時期に毎日7回水を浴びる。はい。はい、もう、まあ、真っ裸で浴びるわけですね。はい。そして、お題目、法華経をずっと読授する。そうですね。それの、まあ、繰り返しですね。水をかぶるというと、法華経を読むとの、行ったり来たりですね。うん、そういう中で、うん、まあ、かなりその睡眠時間も削られるんですよね。はい、そうです。2時間でしたっけ？10
あの時計もないのでよくわかんないですけど、多分 2時間とか、多分そのぐらい、長くて2時間とか、うん、2時間ちょっとぐらいじゃないかなと思います。そうすると、まあ、ちょっと私もできる気がしないんですけど、あれですかね。やっぱ精神的にこう極限状態に追い込まれていく感覚ですか？そうですね。あの、特に最初の頃なんかもう終わりが見えないじゃないですか。まあ、うん。そういう中で、まあ、大変なところに来ちゃったなと思ったりして、やっぱ、いわゆる心が折れるという、はい、感じに、まあ、僕はなってしまいましてね、まあ、もっとこう、決意を込めてきている人たちどうかわかんないですけど、ある程度決意をしていったつもりでしたけど、うん、まあちょっと折れかかったというか、まあ半ば折れてましたね。うん。けない話ですけど。これは大変なとこに来てしまった。これは無理だ。これが100日も続くのかみたいな、はい。うん。そんな中で極限状態で何か感じたこととか見えてきたことあります？そうですね。やっぱりさっきもちょっと言いましたけど、いや自分はこう、なんて弱い人間なんだということが一番あれでしたかね、うん、やっぱりすごくこうなんかお腹も少し眠いし足も痛いしこうなんかなんとかしてずるしてでもこの状態をなんとかごまかせないかとか言って考えてしまったりだとか、うん、まあそういうのと、まあ、その一番大変なさなかはそんなことを反省しなかったですけど、終わってみるとうん、そういう、こう、自分が見れたのが、まあ、ちょっと、へこみますけど、今、考えても落ち込みますけど、まあ、それは良かったな、っていうふうに思います。うん。それが一番、印象的な経験だったかもしれないですね。あと、やっぱり、当たり前のことが、こう、大事だったんだな、みたいな、そんなこととかですね。うん、はい。なるほど、そういう経験を経て、今の横山さん、瑞鳳さん。とりあえずの今の僕が、本当に、うん、あの当たり前が何も なかったというか、まあ、こんな話をしていいのか分かんないですけど、下着を履かないので、下着を履かない。はい、あのいわゆる パンツみたいなものですよね、はい。だから終わった後にパンツを履いて、こんなにパンツってあったかいなって思った。ありましたね、はい、確かに当たり前すぎて感じたことがなかったはい、ありがとうございます、はい、まあ皆さんあの修行の時代のねエピソードとかはすごい興味がある人が多いと思うんで、はい、聞かせていただきました。お時間が参りました。それでは今日はこの辺にさせていただいて、また明日ということで、横山瑞鳳さんありがとうございました。ありがとうございました。いつもご愛聴ありがとうございます。テンプルモーニングラジオは総再生回数50万回を突破しました。リスナーの皆さんからゲストのお寺にお参りしたいという声をいただいており、これまでのゲストのお寺を Google マップから探せる音の巡礼マップを作りました。トークやお経の音源にもリンクしているので、過去の配信へのアクセスにもお役立てください。マップの URL など詳しい情報は音の巡礼ノートまたは番組のホームページをご確認ください。ここからは音の巡礼のコーナーです。全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。登場するお経やお坊さんに関する情報はノートマガジン音の巡礼をご覧ください。トークゲストへのメッセージやお経の感想などもノートマガジン音の巡礼ウェブサイトのコメント欄でお待ちしております。
それでは今朝も音の巡礼へ行ってらっしゃい。
青州最庶民政府領奨学が診療物の名称長寺博府興味書門政府領奨学利欲人少年上映修文女神無上同意書天人詩人力縁内庫不書無才路少女三句妙庫最終役難解一英言滅死言も安永即小悪路つらつ全獣文句訴求満足いよろじっぽにちが修獣秘伝根部言一周解放図宝石の工場来修獣千歩四四九九よ一歳仏具足修徳恩安寧実情万六位三愛用女仏無芸地すらつみふしょらんがふえりひろしさいしょそんしがんにゃこかだいせんをかんどこくしょてんにとうちんみおけ潮文書三都へ子即書無書信南無阿弥南無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 仏南無阿弥南無本妙遍照十方世界念仏修行聖修者南無阿弥陀仏南無阿弥南無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 南無阿
みなむなむあみなあむあみなむな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 むあみなむうしゅう来彼岸の阿弥陀仏は現教主釈迦牟尼仏の宝護寺や諸寺を諸仏観音世師初代菩薩奥羅海へ諸寺を来海主と一切三宝古大寺音また願わくは本日この絵座に参詣の善男善女人ご少消滅ご少消滅無少少下如来来理愛民を念また願わくは天才地変を難をし三愛万礼無縁無縁内死を戒病通り悪願にし訓読病老生一切老つぼ内心往生安楽
心創仏願仏自身用五念老少相関人修来南無阿弥南無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 南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏このポッドキャストはノートマガジン松本昇慶の北条庵よりお送りしました。お経コーナーはノートマガジン音の巡礼のご協力でした。ゲストへのメッセージや番組の感想などはそれぞれのノートのコメント欄にてお待ちしております。それではまたテンプルモーニングラジオでお会いしましょう。